今日開かれた警察学校校の入校式に参加したたのは今年採用された新人人警察官387です式では同系の伊藤博光本部長が新人警察官に向け犯罪や事故のない安心して暮らせる北海道の実現に貢献してほしいと訓示しました早く道民の力になれるよう勉強、体力、精神ともにこの警察学校で鍛え上げたいと思います。 入校した新人警察官は半年から10ヶ月の間、警察官に必要な専門知識などを学んだ後道内の各警察署に配属されます。